はい、いきますよ。はい、5秒前、4、3、2。いやいや、98回でございます。ファミツェブ DVD ポッドキャスティング100回目に向けて着々と回数を重ねております。私、司会のプロ、鈴木でございます。そして、ゲストの方がですね、はい、もうファッションリーダーと呼ばれている。今日、もうこのビル、並びにも霞が関一帯で、霞が関というかあれですね、この皇居一帯、千代田区一帯で一番おしゃれなゲストが来ております。言えよ。はい。ファミツウェブ DVD 副編集長のルパン小島です。キャラからおしゃれになってるんですか、もう。まあもう、気持ち的には入ってるよね。もう、だってもう、会社来た時も、会社来てからも、さっきも長田先輩に会ったんだけど、何もどうしたの？おう。なるほど。今日はおしゃれモードだと、完全に。で、割とこう、編集部入っても、はいはいはい、何それっていう。まあ、あの前回の放送で、告知というかね、企画したように今ルパン小島のオス度というかモテ度がもう底辺であると。まあまあまあ、超低空飛行、こんなルパンには誰も惚れないぞという話をして、まあ、その原因の一つがジャージであると。そうだね、ジャージからの脱却。ちょっと前はジャージでもジャージローテがあったのに、最近どうもワンローテ同じジャージしか着てねえぞと。そうだ、ね、まずくねえかっていうところで、うん、ルパン小島、はい、今回はもうおしゃれに、うん、きちっと身なりを気を使ったルパン小島をここで見せると。そうですね。でガンガン来年から女モテていくと。そうですねというところで、はい、今回おしゃれをしてきてですね、今この段階ではまだ暗幕をね、うん、まとって、はい、まさにベールに包まれた今ルパン小島なんですけれども、これをいよいよこのオープニングのうちにもう大公開。もう皆さんご存知、見てると割と。でも結構どうだいぶおしゃれだろ。だいぶおしゃれだね。半笑いですよ。俺がね結構ね、あの新鮮、うん、新鮮だった。ただ何ニューアイテムないんでしょ、買いに行ってないんでしょ。ニューアイテムはないんだけど、表参道行ってビデオ回すっていう、まあまあ、あったじゃん、ね、サブ企画。ちょっとやりたかったけどね。まあまあ、ちょっとそれは、まあ、やんないでしょ。段階を経てさやってこうよ。だから今日だって俺これあのちゃんとあのあれしてきたからさ、あのアイロンかけてきたりとか。お前がじゃねえだろ、母ちゃんが。俺がお前がアイロンかけたの。母ちゃんずっと昼寝してたから、俺が「あ母ちゃんアイロンどこ？」っつって、で床屋行ってアイロンかけて、おう、さあ行くぞっていう感じで来たからね。どうも坊主もリニューアルして。あら、やっぱじゃあ、ね、ルパンさん、はい、今このベールの下にあるルパンおしゃれ、うんうん、自信は何パーセント？まあ90%は、まあ100とはさすがに、まあ100ではないね。あのちょっとなんつうの、あのファッション、俺のファッションセンスで、あのうちにあるものであのこう組み合わせた感じだから、まあ今ファッションって言えない君がすごい面白い。ファッションセンス、ファッションセンスね、ああファッションセンスね。ありもんだから100ではない。まあまあ、うん、ただもう9割いったぞ。 9割はいってるんだね。ほうほう、うん、じゃあですね、って俺が新鮮だったからね。じゃあちょっと立っていただいて、カウントダウンとともにそのベールを一気にもうすごいあれだもん、あのスター・ウォーズのさあれパルパティーンみたい。ああ、そう、あの議長、うん、ちょっとかっこいいだろ、うん、じゃあ行きますよルパンさん。 90% 家にあるもんでも俺は 90% おしゃれになっちゃうよっていうのを、うん、今ここにオープンしていただきたいと思います。5、4、3、2、1、どうぞ。ゴいや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 、90。じゃあルパンさんの方から、はい、今日の説明を。まずですね、はい、ちょっとタートルネックですね。タートルネックセーターを着て、はい、これはやっぱ冬だからね。暖かい暖かい感じで、首元ね、はいはい、あれを探したんだけどなかなか見つからなくて、なんかマフラーね。まあマフラーはちょっとそのうち、はい、自分で編もうかなと思って。
余計ならいいんだ、まあ、説明しようよ、ね、はい、うん、そしてこれ、はい、僕ね普段履かないんですけど、はい、茶系のジーパンですね、まあ、パンツを履いて、デニムではないですけどね、まあまあデニムではないですけどね、うん、はい、プラン系のパン、そしてまあいつも履いてる靴なんですけど、これがこうジーパンと、まあ、色味は合わせるよね、あ、これ何ですかそれ、これはなんだっけ、あの日本線はちょっとマーク分かんなくなっちゃったけど、はいはいはい、まあスニーカーでね、あとまあまあ普通にね、これはもう高校の頃から来てますけど、それお前どこ行くったってその服よ、そうだね、それ脱いでくださいよ、それ脱いでください、脱ぐとまたね、うこうなんつうんだろう、あ、脱ぐとちょっとちょっとこうどう心なしか照れてる、いやいや照れるよだってほんと久しぶりだもん、ジャージ以外着るの、どう自分でどうなの、じゃ脱ジャージをした自分、まあありなんじゃないかなと思う、なんかちょっと仕事ができるような感じになってきた、でもやっぱ気分が違うでしょ、気分違うね、でしょ、うん、ピシッとしちゃうでしょ、ピシッとするね、周りのリアクションも違った違う、うん、ただですよ、まあ座ってください、はい、あまりにもジャージのイメージがあるから、うん、まあよくは見えますけど普通これは良くも悪くも普通、大島くんどうですか、いや、いいと思います、うん、あの、あとは動きだけちょっともうちょっとシャープになれば、動き、動きがシャープ、シャープ、シャープに、ルパンさんの動きってなんかこう、こういう感じで、ウィスウィスみたいなのがピシッ、ピシッとしてますね、ああ、チンピラ動きをやめろと、あ、なるほどね、じゃあ最後に、はい、今ルパン小島に最もダメ出しをする今井くん、うん、どうですか一言で、いや、正直普通です今下から上まで舐めるように見て普通ですと、いやあれお前とはそんな付き合いが長くないから、付き合いの問題じゃないよ、だからちょっと新鮮味が足りないんだろ、いや俺入った時からずっとジャージだから、今井君にとってはこの格好はものすごく新鮮で打つはずなんだよ、すごく新鮮ですけど、うん、レベル的には普通、飛び切りおしゃれをしてくるっていうその期待値もあったんで、あーそうだよ、期待裏切っちゃった、どこにも買い物も行かずさ、あるもんで、というわけで98回のオープニングトークは、オズマくんが演じる理想のルパン小島、ね、ダメ出しするぐらいですから、はい、ルパン小島がもしシャープになったらどうだっていうのをここで実演してもらいながらタイトルコールしてもらいたいと思います、はい、ね、人にね指示出したぐらいですから、オズマくんの中にはイメージがあるはずです、そうだ、ね、シャープなルパン小島、シャープだね、これだからもうルパンさんは今回のオープニングね、うん、タイトルはもう目にしかと焼き付けて、はい、焼き付けて、うん、サンタと服を買いに行くときは、うん、それをコピーして行っていただきたいと、こういうふうにやれば、そう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 というわけで、まずはこのグッドサンプル、グッドサンプル、これ以上完璧なのはないという動きをこれから大妻くんがやってくれますよシャープなルパン小島、じゃあお願いしますよ、はい、98回目、はい、3、2、今あれなんだよ、2つイメージが湧いたんですけど、2つイメージが湧いた、ちょっと片方をやろうとしたんですけど、ちょっとこれいや滑ったらやばいなと思ってちょっと普通の、じゃあもう一回いきますよすげえためだったぞお前今シャープなんだろ、ためだったんです今、ちょっとためだった、あれをやるのためだったんです、シャープシャープシャープの、じゃあいきますよ、こうすりゃいいじゃんルパンっていうね、パパってやるよね、いきますよ、はい、3、2、ファミ通ウェーブ DVD 副編集長のルパン小島です、今度からはシャープな人生を送っていこうと思います、ファミ通ウェーブ DVD ポッドキャスティング90、ダメ、はい、ダメ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 、おかしい、全然おかしいもの、それシャープな喋りだろそれわけがわからないよ動きっつったじゃん、ルパンウィスウィスってチンピラ動きがダメだからこうしなさいって話でしょ、俺がお前ゆらーりゆらーりやってきて、おいつぶやく DVD ってなんだよそれ、お前俺は別にルパンに道しるべを示してください、じゃあうるさい、いやだから今のでいいよ、初対面の人ね、仕事関係で初対面の人に、
いつもだったらペタペタペタウィスウィスって来ちゃうところをあそう、ね、スタスタスタ、ね、ルパン小島ですってやればいいわけだから、うん、っとこう無理ですよこれ無理っておかしいんだよお前が言った話なんだお前が言った話だできるできる無理っすよもう俺もう無理っすよシャーシャーシャー動きから人と会ってスタスタスタどうもみたいな、うん、そういうのやるそう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 言えてねえ言えてないじゃあ行きますよ頼むよなんで結局こっちがさ指示出してんだよお前なんかイメージあったじゃんいきますよ。はい、3、2。初めまして。ファミツウェブ DVD 副編集者のルパン小島です。今後もお付き合いよろしくお願いします。ファミツウェブ DVD ポッドキャスティング98回目よろしく。無理。無理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 一応つかない釘上だよ、こんな綺麗な逆釘で、ね、まあいい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 、つまめるじゃんいや、いいね というわけでファミツウェブ DVD2008 で1月号発売直後放送ということでもう恒例になりました裏話対決ありがとうございます裏話対決には欠かせないこのシャープな男ご紹介してください。はい、どうもシャープな男 AD キムです。はい、もう今ね木村君といえば、はい、もう天狗カメラマンがねそうですね、なんか割と受けてる感じで、うん、いやありがとうございます。好評だと思うよ。頑張った甲斐がありました。自分からねまだ何も言わないのに割と受けてるみたいでありがとうございますと。もうね最近はもうシステムが固まりまして、うんうん、もう裏話をする3コンテンツは事前にはい、この2人はもう知っております、はい、でこの3コンテンツに対して事前取材も OK になっております、はい、ね、で先行後攻で、はい、やっていきまして、まあ、先行有利か後攻有利かはもう君たちがバカすぎて特にありません。はい、で先行有利かと思ったけどほぼ今後攻が有利かな。後攻の方が有利っぽいね。先行がしくじったのを見てね落ち着いて後攻が攻めるというのが先のパターンですけれども、うん、で3本やってですねレベルの高い裏話をした方が勝ち、はい、で3本どっちがね取るかというのがゲームのシステムでございます、うん、今回の披露する裏話は、ディスク1チャンネル、はい、爆笑スペシャル対談レイトン教授と悪魔の箱、そしてディスク1 6チャンネルおまけの TGS レポート2007、はい、ウェブスタッフの特大おまけ映像、はい、そしてディスク2から23チャンネルポルノ好きのエボ2007レポートインラスベガス、はい、世界最大級の対戦格闘ゲームイベントに迫ると。ついに私絡みのコンテンツで裏話がそうですけど披露されるというですね、うんうん、結構ハードル高いですよねこれ。だってご本人を目の前に裏話をしなきゃいけない。まあただスタッフが秋山ディレクターとゴリラプロデューサー3人でしたから、はい、まあ私以外のところでもいろいろなドラマのある人たちですから、はい、これどうなるかというところなんですけれども、はい、まあ先行後攻ですね。まあ前回の、乳首がですねあれ好評だったよね。私もあの非常にラジオ的にありだなと思いましたので、とりあえずお互い胸を露出していただけますか。しばらくあれを超えるシステムはないということです。まずは片手右乳首を、右乳首、お互い右手で、そうですね、右乳首を、右手で右乳首を、まだ添える、まだ添える段階ですよ。いや木村君もう慣れたよね。もういやもうなんかね夢に見るんですよね、ああいうの。何嫌な感じになるんだよな。早くまたガード。ここはもう硬いんだもん。もうここはそういう、もうそこさっと終わらせないとこだよ。もう早くまず触れ、ルパンがどんだけ平気にいるかっていうのをな。こっちいいですか、添えて、ほら平気だろ。なんだよ。なんかあーっだーちょっと何やってんの。何もしてねえ。何で今こすんですか。こすってないよ。ちょっと試しただけだよ。だからもうめんどくさいからもう早く添えるだけ。早く添えるだけ。まだですよ。私の合図とともに強くつねり先に痛いって言ってしまったのが負けです。いいですか、よーいスタート。あ、はい、負け。いって
本当に怖いなお前ね、言ってんだもん。いやさあルパンさん、はい、成功高校、ちょっと血が出てる、嘘だよ。あー血が出てる、血が血が出た、血が出てる、血が出た、ちょっと血が何やってんすか。いやいや血が出てる、そんなに近くから血が出てるじゃないですか。そんなに何をちょっとそんなに血が出てる、おい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 、なんだこれ、おい聞け、ちょっと流血、お前冷たてだろお前、ちょっとかちょっと軽く、副編集長でしょ。そういうことだね、そういうことだね、部下の乳首から、ごめん潮で、いやなんか副編集長でしょ、おあまりにも気分が嫌がるもんだから、ちょっとショック、流血沙汰、いやこれはね、ごめん、あお前ちょっと完璧なシステムだったのに、これもう使えませんよ映像だったら。いやいやいや、お前これだよ、ちっちゃってそう、調子に血だよ、大事な大事な乳首ちゃんが、だからこっちがこっちもあるから大丈夫だよ、そんな最低な、何いいから、先行ここどっちいるパン、じゃあちょっとね、先行で、あ先行で、先行で、はい、じゃあまず1本目、はい、ディスコインチャンネル爆笑スペシャル対談、レイトの巨人、はい、悪魔の矛の裏話を、はい、30秒でお願いしますよ、はい、スタート、はい、このですね、収録の際、日野さんはですね、マスターアップ直前でかなりやつれてた、感じということなんですけども、そんな中ですね、あの収録が終わってから、アメザリ と、レベル5の日野さんたちと、焼肉の方に行ったと、そうするとですね、ちょっと場所まではちょっとありますけども、すいませんね、日野さんのですね、牛タン、日野さんがですね、牛タンを頼む量がですね、とってもね、尋常じゃないと、さあ終了。あれ、いやー今なんで間違えちゃった、日野さんの牛タンで止めんの、日野さんの牛タン、なんで比喩だよ、日野さんと牛タンがね、すごい頭の中、いや気になるかな、ね、気になりますね、ごめん、さあここで出血の恨みを晴らすか、キム君、恨みをね晴らしたいですね、あの一応尺内にね、はい、トークを収めるのもキム君はね、スキルが上ですから、これでネタも良ければキム君かなり勝利に近づくと思いますよ、さあではキム君、はい、レイトン教授悪魔の箱裏話30秒でお願いします、はい、ちょっと発表に近いんですけど、ほうほう、なんとですね、牛タン30人前注文する日野さんなんですが、ほうほう、この回の中で、ほう、あの屋根原さんがキャッチフレーズみたいなことを、ほうほう、あの大人の子供にし子供を大人にするゲームであると、ほうほうほう、表したんですけど、あの皆さん PC をお手持ちなら、ほう、レイトン教授のシリーズの公式ページを開いてみてください、ほうほうほう、なんとこの番組内で言ってキャッチフレーズが採用されてます、ホームページに表示されてます、必見ですよ、見てください、おわーストー終了、これはすごい、もう言うことないね、これは素晴らしい、牛タンのどんぐらい食べたかをちゃんと数字でね、ね、表してイメージをね、リスナーにイメージしやすく噛み砕いたのも、それもでもつかみですよ、はい、そこからウェーブ初レイトンにフィードバックされたネタがあると、うん、公式で本当びっくりしました、これは、おお、本当なんかあの場限りの話かなってそれは思うじゃないですか、うんうんうん、それがですねちゃんと素晴らしいね、あとからねなんか電話かかってきたらしいんですよ、うん、その広報さんから、あれいいですか、あれ本当に使っていいですかって、おおおおで、あどうぞどうぞって、へえすごいことですよこれ、ね、これはもうね、乳首の痛みも忘れるね、これはヒットですね、キム君、もうねこれはもうジャッジするも明らか、今の裏話よかったらどっち、はい、キムキムキムさんだって当たり前だっつうの、あよしよしよし、今左乳首が出血しましたから、うん、キム君には右乳首が残ってます、それも壊れたらやめます、うんうん、え、想像しただけで汗を、いやなんか変な汗かいてきた、想像しただけで、やばいやばいやばい、痛くないのにしようか、痛くない、どうどうしよう、優しい感じだ、ずっとこう、ね、ねぶってねぶって声を出した方が負けです、気持ち悪い、バフだこれ、指で、おう、はい、まずそうポイントしてください、ポイントしてください、ポイントしました、触る前触る前触る前、ポイントポイント、まずポイント、触んないね、はい、いいですか、よーいスタート、どかし
あ、ちょっと僕は改めて、改めて、ダメダメ、耐え、そこはもう耐える気ないだろう。よし、いきますよ、やる気合い、よーい、スタート。あ、キモくん負け、これはまずい。あ、エルパーさん先行、後攻。じゃあ先行。ルパーさん先行で、はい、じゃあ2本目を順番にいきましょうか。おまけの TGS レポート、ディスカウント6チャンネルですね、はいはい、TGS レポート2007ウェブスタッフ特大おまけ映像の裏話を、はい、ルパーさんちゃんと僕のストップウォッチ見てくださいね、はい、30秒ですよ、30秒ですね、大丈夫ですね、はい、裏話、はい、よろしいですか、はい、はい、お願いします。はい、今回ですね、ウィーの格好をしていたナツさん、はいはい、外人さんとですね、ナツさんによるそのウィーの、あの挙動の、シーンがありましたね。あれはなんとですね、あの延々10分間、10分間にもわたって、ナツさんはずっとこ う動いてた、いろんなパターンをね、あの動いてたわけなんですけど、いよいよもって出尽くして、ナツさんがこう終了と思ったのは自分の自らの強制終了で、終了したと。外人さんはもう全くやめる、難しいな。いやいやいや、趣旨分かってるかお前。分かってんだけどさ、まとまんないんだね。キム君、はい、キム君、そうですね。木村君、はい、TGS レポート2007、はい、ウェブスタッフ特大おまけ映像の裏話、30秒でお願いします。はい、ですね、あのナッツさんの動きの中で実は真に注目すべきポイントは、実はですね、一番最後のうつ伏せになった手折りの獅子のようになった時の腹の動きです。なぜかと言いますと、あの本編で実はカットされてたんですけど、ナッツさん、あの食事をしていくっていう回が2回ほど入ってたと思うんですよ、はいはいはい、実はあれ5回ぐらい食べてまして、はいはいはい、ものすごい満腹の状態であの動きをして、もういっぱいいっぱいになってしまったら映せてしまったと。あの腹の動きはそういう、はい、終了。なんか半端な勝負だ。ちょっと失敗したな。どっちもナッツだったけどね。そうですね、一応あの僕もうるせえ。さあ今の TGS レポートラ話よかったらどっち、キムキムルパン、キムカロージ勝利。あっと、これちょっと聞きたいですね、大妻さん、なぜキムでしたか。一応その5回食事をしたっていうのがまあ一ネタ多い分、はいはいはい、まあ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 僅差で、そうですね、なるほど、山岸さん、僕は逆にルパンさんに評価するポイントはないっていうことですね。そんな方で。なるほどね。そして唯一、珍しくルパンにあげた今井くん、いや単純に、知らなかったからですね、その自分から辞めたっていうこと。おお、嬉しい、お前に今井に伝わったことが嬉しい、あったと、うん、俺が知らなかっただけだ。ああなるほどね、もうちょっと負けても今井に伝わったのは俺嬉しいな。今井くんとついに、心が、なんかまずコミュニケーションちょっとしたところがプラスがあったと、ちょっと結ばれた感じがすごいするな。いやいやいや、というわけで3本勝負のうち2本がキム君取りましたが、これは勝負がつまらないので、次の裏話、ルパンさんが3立て取ったらルパンさんの勝利として、ああそうそうそう、ありましたね、そういうところで、頭突きでいきましょうか。頭突きをして痛いと言ってしまったら負けです。まずお互いの手を相手の後頭部に、はい、せーので、はい、いいですか、こうそうか。じゃあ1本目頭突き対決お願いします。せーの。あ1本目では勝負つかず、2本目、せーの、あいっ。キム負け、ルパン勝利。ゴンっつった。歯に響きました。歯に来た。虫歯に今すごい歯が走った。もう頭蓋をね、衝撃波が回って。さあルパン君、ここでやった。よしよし、さあどうなる。高校か、いや先行か。キム君が先行ですよ。
今までは高校で比較的有利なポジションでねやってましたから、ね、ある意味。というわけで裏話対決3本目はディスク2 23チャンネルポルノスイキのエボ2007レポートインラスベガス、はい、裏話の方を30秒で、お願いします。はい、これのロケにですね同行したプロデューサーが、菊谷さんなんですけども、ね、菊谷さんがですねラスベガスでなんかスロットにドハマりしたとかいう話で、もうなんか 5時間ぐらい9時から2時まで やり続けてなんかですね一時はなんか20ドルが500ドル、6万円ぐらいですかまで増えたらしいんですけど、もうその結局全部吸っちゃったと、うん、でそんだけ突っ込んだ菊谷さんのお小遣いがなんか1万円しか持っていってなかったっていうのがちょっと衝撃でした。はい終了まあまあ、普通なら裏話ってこういうことでいいんでしょうけど、ただラスベガスでスロットにはまって吸っちゃっただって、そんなお前入って捨てるほどある話ですね。でもそれよりだからそのお小遣いが1万円しかなかったっていうのが僕はちょっとそうかっていうさあキム君やっぱり先行で苦戦しましたからビシッと決めないと。なんでそんな顔してんの。大丈夫ですか。大丈夫です。いきますよ。はい、ルパンさん、はい、ディスク2 23チャンネルエボ2007レポートインラスベガスの裏話30秒でお願いします。はい、このレポートのですねスタッフ、ポルノ鈴木満足菊谷、そして秋山陽介、この3人でですね、スタッフの行ったんですけども、開幕からですね秋山陽介さんにですね、怠惰な遅刻から始まって、ポルノ鈴木さんと、満足菊谷さんが非常に、怒ると、そういう、かなり小競り合いが尽きない、リポートだったわけですけども、その中でもですね、一つ秋山陽介ディレクターの方の女の子の趣味の話が出まして、終了お前さ女の子の話がメインだったんですか。お前じゃあ時間があったとしてだよ、女の子の話最後まで聞いたらどういう話なのそれ。女の子趣味の話をしました、まあ結局その秋山陽介の、女の子の趣味は分からずじまいと、お前真面目にやってそれなの真面目にやっているつもりなんだけどな。キム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 さん立てるパンもうありがとうございます。今回は山岸さんこれを乳首につけていきます。うわオムロン HVF125 低周波治療器ですね。ちょっとね、動作チェックを。えっおだ一気にやんなっつうのよというわけで、今から1分間でファミツウェブ DVD 1月号の宣伝を、はい、オモロのエレパルスの攻撃を受けながら、はい、やり遂げる、はい、大丈夫ですか、はい、いきますよ、はい、よーいスタート。ファミツウェブ DVD、2月号、1100円になります。今回ですね、レイトン教授のねスペシャル対談から始まってですね、あの日野さんはなんと多少ですね30人前も食べるというですね、びっくりな、そんな日野さんが思い切っていろんなことを話してくれてますので、それからですね、おまけの DJ のコーナーが入ってますので、こちらの方もねラッツさんの動きと合わせて、やってみるといいんじゃない、見てみるといいんじゃないですか。それからバルナ鈴木さんの人がいてバルナ鈴木さんって人が結構面白い感じで面白い人なんですけど、アメリカのベガス行っていろいろリポートしてるんで、そっちの方もわーってそっちの方も期待してるんじゃない、期待してほしいですね。ファミスネーム DVD 2月号、1100円、2枚組、もういつも通りねバッチリな内容なんで、ぜひぜひ、買ってみてください、楽しんでくださいね。そんな感じで、はい、よろしくお願いいたします。いやその詰めんのがいけよ、はい、詰めんよ詰めんのがいけよ、いやボールの鈴木さんって人がというわけで今回ですね98回目裏話対決ということで終わりますけれども、我々も100回向けてですね、もうこうあと2回しかないということで、はいはい、まあ、100回目でですねメールを皆さんからたくさんお祝いのメールをいただきたいと思っておりますので、ぜひぜひお願いします。もう100回の、ね、お祝いコメントをいっぱい募集しておりますので、どんどん送っていただきたい。で次回99回はですね、
結構あのプレゼントなんか大放出しますんで、ええ、どうしたんですかルパンさん、ルパンさんどうしたんですか、だから真面目にやってください、真面目に、というわけでですね、100回に向けていろいろ記念企画的なものが動いてますので、お祝いメール、そして次回のねプレゼント企画もぜひぜひですね皆さんお楽しみにしていただきたいと思います、はい、何ください、はい、ね、お祝い、というわけで本日 DVD ポッドキャスティング98回目、はい、裏話対決でございました。おいで私ポルノ鈴木とルパン小島と行ってよ